金だなんて先輩ひどい。今度は何して桜井くんを怒らせたの？モッチをこじらせた先輩が可愛い女の子とクリスマスを過ごす機会なんて奇跡でも起きなければ二度とない、的なことを言っただけだよ。出禁で済んでよかったわね。え、ほんと仕方ないわね。次回クリスマスイブも遊びたい、クリスマスだからって浮かれず節度を持ってね。いやだから出禁なんだけど。